4ヶ月ぐらいの期間、ピーターパンにずっといたなーっていう感じ。びっくりしたのが、もう他のこのダンスとか振り付け演出姉さんなんだけど、でも他の、見た方はわかると思うんだけど、海賊さんとか、あと守り人の方たちの中にもこう振り付け一緒に作ってる、みんなで作り上げてるんですけど、そういう人たちはもっと前から、もう2月3月ぐらいからもう、それぐらいの時から一緒に姉さんと一緒にいろいろ試したり試作とかそういうのをいろいろ考えて作られてたみたいだから、私よりももっと長い人もいらっしゃるので、そりゃあんな素晴らしいネバーランドのあのね世界になるよなーと思って、すごいよねー。皆さん見れました？多分東京でね、見てくださった方が多いと思うんだけど。ね、特にやっぱこういうね、作品とかはもう、大体私が経験したのは、まあ本番期間含めたら2ヶ月ぐらいやってるけど、まあ、ハガレンとかなんかね、もう1年前からもうプロジェクトが始動して、舞台ってもんだっけ、そういうもんなんだけど。だって2年先の作品に決まってる人とかもそうね、たくさんいらっしゃるからね。まあ一回ね、それは置いときまして、私はまあ去年も森さんの演出で「ピーターパン」出させてもらってたけど、全く違う演出だったな。衣装もね、あれも全然違うけど。ハガレンはもう終わってるよー 終わってるよー。あ、でも DVD もらいました。でも今ね、一回ピーターパンのお話を。まあ、お家もね、すごいロイヤリティな感じで。ね、セットもすごい、さらに華やかになってて、すごい好きだった。あ、本当だ。お城と出てくれた。誰だ誰だ。コリンくんだ。ね、たくさん来てくれてて。ありがとう。お城ありがとう、コリンくん。みんなどこが好きでした？今日はまだお仕事、あ、今終わったところ。今日はレッスンをしてて、久しぶりにね、激しいダンスとか踊ったり、まあ、劇中私も踊ってたりしたけど、なんかこういう AKB のゴリゴリダンスをするのが ちょっと今日久しぶりだったから、復帰したって感じ、なんか感覚的に すっごい、なんかちょっと口ずさんで歌っただけでちょっと疲れちゃった。すごい体力落ちたなと思って。まあ、確かにね、ここから配信してるのも珍しいよね。ね、ネバーランドで踊ってたって、でもなんか踊りの種類がちょっと違う感じがするよね。やっぱ飛ぶところ好きね。私もすごい好き。でも本番の映像とか見て、なんか稽古の時に稽古の動画を見てっていうのもあったんだけど、私さっき全部なんかこう自分が飛んでる時どういうあれになってるとか、もうそこすちょっとなんか「えっ？」って今飛ぶかもしれないけど、すごいさっき感動しちゃった。こんな、なんか場当たりの時とかも見てたんだけど、自分が飛んじゃうとさ、そう。ストーリーの声、りんちゃん？なんか、音が入ってるストーリー、何あげたっけ？誰だろう？いやー、すごかった。あ、じいじ、くまちゃん。わあ、嬉しい。ありがとう、じいじ。くまちゃん、ありがとう。そうなんですよ。可愛いお子たちと一緒にお空を飛びました。お、フック船長、前作にまたパワーアップして、そう、小野田さん、
いやでもなかなか劇中会わなかったですね、フックさんとは。戦場、まあ、お父さんもやられてて二役やられてるんですよ、ダーリング氏と。え、みんな気づいてる？気づいてるよね。いろいろこう伏線がこうリンクするところがあったはずだから。そうそうそう、タイムフレイングでなぜかないでしょ。でもわかる。私はもう稽古中とかも稽古場でもそうだし、劇場入ってからも、私はネバーランドの一番最初のところが好き。二幕始まってすぐのところ、ドラゴンとか鹿とかね。なんかあの鹿、みんな鹿のさ、あの鹿わかる？中に人が入っててポンポンポンって感じの、あれ鹿パカって言うんだって。でも鹿パカのパカが一生なんだかわかんなくて、なんで鹿パカって言うんだろう。誰かパカに詳しい人いますか？何のパカなんだろう。アルパカじゃないよね。私の中のパカはアルパカしかないんだけど。でもパカの様子ないよね。あーね、そうだね、パカパカするからパカ。あーそうなんだ、そうなんだってみんなが知るわけないじゃんね。パカパカ、パカラッパカラのパカってことか。え、鹿ってパカラッパカラって何この会話。まあいいや。よくなっちゃった。ちょっと誰か、あの姉さんに会ったら誰か聞いてみてください。わかんないや。終わったばっかだけどまだ見た。嬉しい。こういうやつって DVD とか出ないんだね。ロスってます。わん、嬉しい。あーあー、そういうことね。2回連続だったから気持ちに余裕あった。いやーなんか劇中のはもう全く変わってるからそういうのはないけど、でもこうなんだろう、ピーターパン自体のこう普段の自分の公演前のルーティーンとか、その国際フォーラムもの場当たりとかはずっと同じぐらい、去年と同じぐらい一緒だ、それは一緒だったから、その毎回公演が始まる前にはみんなで空を飛ぶ練習、そういう安全のためにもチェックをするみたいな、あと何分前にこう準備をしてとか、何時間前に劇場入ってみたいなのは去年と一緒だったから、そういうところは全然気持ちの余裕はあった。でも作品自体はもう同じだけど、全部演出が変わってセリフも変わってたから、そこはもう一公演一公演一生懸命務めさせていただきました。カメラ目線。そうなの、そこは大事。これは毎公演必ずやるんです、そう、空を飛ぶ練習は。体重し、あ、そういうのなかった。いや私もあるかなと思ってたけど意外とない。だから私が知らないところでアバウトでこう何キロらしいよみたいなあるあったのかもしれないけど、私から申告するみたいなのなかったな。うん、怖くない、全然飛ぶの楽しい。楽しむことも大事だけど、あんまり楽しんでもねっていう、危ない危ない、あんまりこうキャッキャしてても安全も大事です。それ自体が危ないんじゃなくて、こうちゃんと気をつけながら、そう、最新の注意を私が払ってないとっていう意味ね。でもウェンディがあのロストボーイズに撃たれて落下していくところは、もう最初なんかこうやってふーんってこう
帰ってっから、そう、それの時は大丈夫だったんだけど、一回ねヒューンっていうのになりそうだったから、その時は一回試しでやったけど、その時はもう無理だった。もう打たれたフリとかもうできないぐらいわーってなった。やっぱりこのね浮遊感、このフっていうのはちょっと私は苦手だったから、でもそういうのじゃないから全然大丈夫。目つぶってるとこは、うんうん、全然。じゃあそのどういう振り方でこう見せるかっていう、その違いなのか。そう、客席フライングもやらせてもらったの、あれは中野かな。そうだ、ソウジュといちかちゃんの時だから。そう、去年もやらせてもらったんだけど、でも結構その会場によってはこうどこまでお客さんの上、この距離的に行けるかってところも会場によって違かったんだけど、多分長野が一番距離あったのかな。うん、距離的な話では、近さとかはまたちょっと若干違ってくるんだけど、その会場もさ、ステージがあってこう傾斜とかも全く違うから、こういう客席が、ステージがこれで、お客さんのあれがこういうところもあれば、どこだっけ、こういうところもあるわかる違いそうそうそう、ああそうだね、なんか定位もね高かった。そうだから多分一番奥の方まで、通路の方まで行ってた気がする。私がさ、さっきインスタグラムにあげたあのピーターが客席に飛んでくるやつ、そう、あれすごい、妖精の粉すごいね、なんか 3D みたいな感じ、すっごいキラキラして、動画で見たらあんな風に綺麗に写ってて、すごい何回も見返しちゃう。見た？あれすっごいかったな。いつもカーテンコールの時さ、ピーターがこう粉ファーってやる時、すごい綺麗すぎて、あとお客さんがねすごくその時にね、わーって綺麗すぎてとびっくりしてとか、いろんなのが混ざって声にこう漏れちゃうあの感じ、あれがねすごいうるうるしちゃうの、いつも。じゃん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 の時、わーって、本物の嘘のないあのお客様たちのお声が、影の演出もすごい今年の好きだったな。私とピーターが出会う時の影も、そう、人で表現してるのすごいよね。やっぱ身体能力もすごいし、そういうアイディアもすごいし、これはやっぱりね、姉さんの頭の中でこう作られた、すごいよね。それがこう、この頭の中で作られてるってことがすごい。あとなんかなぜかあそこで、私ちょっと寝てるんだけど、まあ、薄めで見てる時もあったんだけどさなんかどよめくのなんだろうと思ったら、あれなんだね、あの引き出しから出てくるのにみんなあれ驚いて、うわーってなってるのかな。影縫い付けるのすごい、すごいでしょ、私が縫い付けたんだよそう、あれマジックだから、すごいでしょ。ママはあそこから影をさ取った、閉めたのにのはずなのに、あそこから人が出てきて、すごいでしょあーやっぱそうなんだあ
ね、ベッドに吸い込まれるのもね、すごいでしょ、あれどうなってるのか教えない。教えるもんか、教えません。秘密、これ企業秘密なんですよ。教えないよ、やだ。私がここでベラベラ喋ったら長谷川氏とホリプロにぶん殴られちゃうからダメ。何漏らしてんだよって、漏洩すんなよって。言わないよ絶対。秘密を守るから教えてってこと。言うわけないでしょ。言わないわ。なんでそんな真面目に聞き出そうするの。言わないから。字幕ね、あと何が好きだったかな。まあ影2人で作るっていうのね、あれもねいいよね。去年もやってた。あーそう、光るお薬、そうピーターにお薬私用意するとき光ってたでしょ、あれすごいでしょ、あれあれね、危ないんだよ。危ないんだから、ほんとあれ、ほんとにね、最新、もうなんならフライングよりも最新の注意を払ってお薬注いでた私。ほんと危ないんだよあれ。危ない危ない、そうなんだよ。ガクブル案件だよあれ。危ないんですあれ、絶対触っちゃダメ。そう、色も変わってすごいでしょ。去年のあれもすごいけどね、また違うアプローチの仕方。でもすっごい綺麗だったでしょあれ、光ってたでしょ。私も綺麗だなと思いつつも絶対こぼしちゃいけない、絶対手につけちゃいけない、絶対みたいな、すっごいドキドキしながらやってた。そこすっごい綺麗だったでしょ。でもあれすっごく効くんですよあのお薬。すんごい効くの。そんなお薬を用意したの私。どういうことって言われてる。マジマジすっごい効くの。だから飲んでほしかったんだけどピーターに。邪魔者が入りました。変な色になっちゃった。ではみんなの手を叩く音でティンクさんも無事回復なされてよかったです。エナシドリク、まあそんなところです。私はもうサムク言いたいことありすぎるよ。もうあんなさ、ピーターと私にはさ、めっちゃさ言うのに、なんであんな海賊たちが遊び出すのあれ怒んないんだろうって、うわーってやってんなーって思いました私。あれやってんなーでしょ。ずっとさ千秋楽の前まで、まあ、ノートダメ出し、まあ、なんかいろいろ言い方あるんだけど、この公演見たからここはこうしましょうみたいな、まあ、ダメ出しみたいなものがあるんだけどさ、毎公演も千秋楽直前もここはこうした方がいいなみたいな微調整というか、さらに良くするために最後の最後のあったんだけど、なんでさ、なんかセリフにないさ
台本にない言葉をさ、あんなふざけて言ってる海賊さんたちには直さないんだろうって。ずるい。なんか私が海賊船連れられてさ、ガキどもの母親を連れてこいって言われて入ってくんだけどさ、あんなさ、お母さん入りますみたいな、ま、それぐらいだったらまだいいけどさお母さん入ります、ま、入るしなっていいけどさ、ありがとうございます、もう鳥貴族じゃんって、あれダメだよ予告なし見た時本当笑いそうになって、本当許せない。何なのあれ、アドリブ私ないの。いやできるとこないでしょうよ、やったら怒られるよヘンディーは。居酒屋じゃんね、あんなのね。まあ、海賊、海賊だから、まあ、そっか、いいのかなと思ってひどくないあれ、絶対私なんて笑っちゃいけないじゃん、あんなの。真剣にやってるのにあんなふざけ散らかしてるの全然言わないんだもん。なんならすごい煽ってるしね、ほんとに。いやずっとそう、リュウさんに、小野田さんにずっとさ、もう隣の部屋だからさ、楽屋が聞こえてくるの、あそこさもっとないのとかさ、いやいや演出家煽るなってすごい言うじゃんって。リュウさんもすっごいノリノリでさ、もう分かんない、本人は分かんない、苦しんでいたかもしれないけど、いやでも本番のあれを見るに楽しんでるじゃんと思って。ミニナナメンディーはもうよるすけど、言い方を変えますとかさ、でそう言い方ってさ、その言い方じゃなくてさってその言い方じゃないよって、まあ、そんなのご本人も重々承知してると思いますけど、すごい楽しそうに笑わせに来るから、もうひどい、文句多めの女優って言われたんだけど文句じゃないよ、文句じゃないけどさ、いや面白かった、楽しかったよ。でもちょっとさあそれで笑ってもさあ怒んないでねって。え、芋けんぴ、待って、芋けんぴあったっけ、あった気がする。それどこの時だっけ、川越だっけ。芋けんぴはちょっと不意でやばかったな。もう最後の2回なんてもうめちゃくちゃすぎて、もう本当だよね、遊びすぎだよね。こういう貴重なお話たまじだって、貴重なのかこれ貴重なのこれあ、そう、あーね、そういうことね、お芋、あ、そう言ってた気がするな。でも本人は意図してなかったらしいよ、たまたまだって。そう、なんか本筋からもうずれてなければいいみたいな楽しかったです、すごく。私はもうプル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 、ここには出さないで、ここのこっちの方で力んでもう耐えてた。私はシュラクはなんかなんだっけ、ウェンディなんか母親にならないかみたいなこと言われて、なんか嫌よって言って、その後もなんかちょっと覚えてないけどなんか言っててその後にあなたたちの母親になるなら死んだ方がマシよって言うんだけど、なんかその後今までにないしょぼーんってポーズ取ってて、もうほんとやめてほしかった
面白かった。おたけびで、ね、もうこのコロナが落ち着いて、今までも客席に降りてやってたみたいなんだけど、でも私初めて見たから、初めて見たっていうかやる側になったけれどさ、近くでお客さんのお顔を見ながら歌ったりして、客席に降りて、なんか素敵な時間だったなあれ。そう、子供たちもたくさんいて、なんか反応が様々で、あでしょファンの方からよく聞くけど、帰りとかも子供たちがずっとお母さんとかに聞かせてるのかな、ずっとあーってやりながら帰ってたよってたくさん聞けて、で、あの雄たけびは別にウェンディのものではないけど、ピーターだけど、でもそれを聞いてすごい嬉しいというか、何とも言えないこう心温まる、なんかすごいポカポカした気持ちが、可愛いなーって。ファンミでやりましょう。いや4分の1ぐらいの人しか分かんないじゃない、なんでどれだけの人が見てるかわかんない。ベッドで歌うシーン、あー最初だね、お母さんが子守歌歌ってくれて、羊の歌ね、羊の歌もね、いつも始まる10分前とかに3人で集まって練習するの。羊でもね、去年と全く違うよね。もうこうなってくると去年のってどんなのだったっけってすぐ思い出せないんだよね。あ、わかった。みんなで羊を数えて寝ましょう、羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、ほらここにか。いやそうなの、ほんと混ざるの去年と。そう、今回は羊を数えて夢を見ましょう、一つの腹に二つ、お庭に三つ、数えたらおやすみ。違くない？そう、本番の時ふとさよぎっちゃうの、去年の歌詞が。それが怖かった。だから去年もやってるから慣れてるでしょうじゃないの、去年もやってるからいろんな言葉のニュアンス、ちょっとした語尾が変わったりみたいなのがね、やばいどっちだっけってなっちゃうの、それが怖かった。前回のが印象強い？ああそう？そうなんだ。セリフも結構あるよ。眠くなるよ、おやすみ。香川から帰ってきました。あーじゃあ今日帰ってきたの、おかえりなさい。香川いいとこだったよね。いや
やでもピーターとハモりたかったな。去年はやってたのよ、ニワトリのその今回でこれやってた時、おたけびの時、さくらちゃんと一緒に一緒にやろう、ニワトリみたいにあちこち駆け回り、あてててこれもでもニュアンス違うよね。胸を張って大きく大きな声、あれ忘れちゃった、もうほらもう忘れちゃう。あ、胸を張って楽しく大きな声で叫ぶのさ、一緒に。全然違うよね。アイス食べたい、食べたらいいじゃん、食べな食べな食べなよ。素敵な声だね、ありがとう、嬉しいなありがとう。今も音源残ってるの？音源はもう持ってないけど、ただ本読みの時とかに自分用にと思って撮ってた、去年のとかも今年のも全部の舞台本読みの時は撮ってる。セリフを覚える時に音で覚えたいからもうそれで撮っちゃいます。メンバーに友達はいますか？どういうこと？仲良しな人いないと思われてる私友達はいますかってどういうこと？仲いい人はいますかって聞きたいのかな。みんな仲いいよどういう質問？いるよねいるよねりなちゃんってすごく仲良しですね。もう大好き、れなぴかわいいな。でもこんな普段かわいいと思っててもやっぱりピーターやってる時のれなちゃんはイケメンだよね、かっこいい。でもれなちゃんにとってのピーターが初めてだから、初めてだからこそピュアさというか、なんか子供のままっていうのがあどけなさとかも残ってるところがまたいいところだなと思って、歌ってる時はもうたくましいの。もうふだんのレナピはもうね心配になっちゃう、もう過保護になっちゃう、かわいい。子供たち持ち帰ってなかったかって？持ち帰りたかったよ、みんな可愛いな。いや本当になんか去年よりもなんか自分の中のもうおこが可愛いっていう気持ちがすごい膨らんで、なんかその気持ちのままレッスン場とか来てさ、後輩とかいるとなんか同じ気持ちで接しちゃうんだけど、あ違う間違ったってちょっと接し方間違ったってさっきも思った、なんか違うってすぐ可愛いってなっちゃう。俺のこともし帰る？うん大丈夫。可愛いの。特にねあのミュとイサはもうこうやると2人とも来てくれるの可愛いと思って。そう。最後の時とかも疲れーって。
って手やったらこの腕の中に2人が飛び込んできてくれたの。かわいすぎる。千秋楽の時も千秋楽の時は宗樹くんといちかちゃんだったんだけど、その始まってすぐいちかはねちょっと遠いところにいたから、そうもう準備しちゃったからダメだったんだけども、宗樹はずっと私の近くでこう2人でワン・ツー・スリーって始まるから最後抱きしめちゃった頑張ろうねって別れ際もバス乗る時もすんごい泣きそうな顔して、住んでるところがねちょっとみんなと違う遠いところだったから、そう掃除だけちょっとみんなより一足早く先に、そう別れだったから泣いちゃうのってすんごい可愛い顔してみんなとお別れしてたから、そうそれで写真撮ったの。嫉妬するやめてよ、みんなよりも十何歳とかそんぐらい年下の子だよ。嫉妬しないで。かわいいの。いっさもかわいい。いっさかわいかったな。でもイッサは多分自分が可愛いっていうことを自覚してる、あれはもう可愛い。イッサのあのネバーランドの大人にならないの歌が大好き見たい人にしかわからない。これ悪いよっと泣きたらもうなんかもうここともう体がもうってなっちゃった。かわいいんだけどあれ。音あるんだよちゃんと。悪い音泣きたらってちゃんと音符あるんですよ、ちゃんとバツバツじゃないの。だからもう両チームでなんか言い方変わったり、そこもね、そうそう、ウェンディーを迎え入れるシーンも好き。どこだ？お家作ってるところかな。今年のねお家もね。すごい可愛かった。木を集めて、木ではないですね、あれ組み立てて、組み立ててはいる。ペンキで塗ろう、ペンキも使ってる。でもしつかにじゅるじゅるじゅる、ウェンディが寝てるから起こさない。あれこれは今年のお菓子？まあでも小さくはないですよね、あのうち。だいぶどでけえお家を用意していただいて、なんか豪華になってありがたい、歓迎していただいて私あのお家の中でずっとさ、ジョンとマイケルとさ待ったからさ、ピーターが来るまでずっと。その後なんか外でなんか何海賊さんたちを歌ってたり、途中で
なんかリリーさんがなんかどっか連れてかれてしまったり、私たちもあそこ加勢してましたよ、声だけで。しっ、ふれーって見えないことをいいことにやってた、やってたよ。そう、あそこおうちこう支えながら3人でもぞ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 おうちの中で森人ごっこしてたよ。ドゥン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 ディン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 、うれーしへーってそう活性してます。楽しんでたよ。ディッディリッディリッチッチッチッで、その後に「わーいい天気ね」ってあ、意外と充電いけてるね。もう30分ぐらいしか持たないと思ってた。今そう動画やってんの編集でも、そんな対策にはならないと思うけど、わかんない、何パーかちょっとわかんないけど、もうほんと千秋楽の時もう加賀の時にしか回せなかったけど、ちょっとしたルーティーンとかちょっとした場当たりの動画とか、あとは島に行った1日、あと2日目の朝に行って、一人で行って、そう一番近いところにしようと思って、時間的に何もやってなくて、でそんな長居もできなかったからすぐ帰って、そしたらプリクラがあるって聞いて、別の島に、それだとなんかもう一つの島も次の日の千秋楽の前に早起きしていや、せっかく香川に来てるからなって、まあいつもの私の舞台の時のルーティンで言うと、もうそんなこと絶対しないんだけど、そう、すぐに起きたらすぐにも劇場入りして準備って感じだったんだけど、いや香川だよって、もう船の中でアップすればいいかみたいなってしてないけど、そういう気持ちで行った。そう、プリクラのため、やばくない、私一人でプリクラ撮ってるんだよ、やばいよね。でもそれぐらいヤドンのプリクラが可愛くって、ご当地のそこに行かないと撮れない背景みたいなのがあって、もうそれが撮りたくて撮りたくて、あとそうめんかな、またそれも食べたかったんだけど、残念ながら時間が合わなくて、本当にプリクラだけ取りに行ったのやばいよねそう、写真も撮って 2days で一人で島行ってきました。そう、ストーリー上げたやつ、そうそうそう、モアイの一人撮影天才すぎます。いや本当あれ上手じゃない、私上手すぎな い, いやもちろんピント合ってるやつもあるよ、あるけど、でもなんかカッコつけすぎるのもちょっと恥ずかしいなと思って、目の前に手前にあった雑草にピントがいってるモアイの画像を載せた。あえてよ、あえて、あえて、可愛くない、自分で言うのもあれだけど
一人でセッティングしてさ、タイマー設定にして、でカメラ倒れないようにさ、なんか物置いて支えてさ、ティッティッ、あ、急げ急げって走って、もうそやばくない？早朝に一人で冬眠じゃないものが、あれは我ながらアホだなと思った。だってもう誰かいたら撮ってもらえるけど、一人だからね、自分でどうする、どうにかするしかないから。そうだ、10秒であの距離を見られてたとしても、もうその方とは多分もう一生お会いしないと思うので、変な女がいるなと思われてもまあいっかと思って、そこはスイッチ入れて、もうおかげでいい写真撮れました。何の話？自撮りを撮ったの。モアイ像があって、行った島に。それと一緒に写りたかったんだけど、撮ってもらえる人がいなかったから、一人で、おいせこらせとこう、ね、写真を撮ってましたっていう話。うん、変な女だよね。わかる。自覚してる。大丈夫、大丈夫。マスクと帽子外せばよかったね。もう真っ黒ウェンディになっちゃうよ。その日焼けウェンディになっちゃう。味があっていい写真でした。よかった。その努力素敵だよ。やかましいわ。まだレッスンするな。ここにいるから。終わってる終わってる、とうに終わってます。何の舞台だって。わあ、すごい怖い質問きた。何の舞台だって。どうしようか。何の舞台にしとく。みんな一応テロップも入れてみたけど、何の舞台、何の舞台にしようね。しよっか。いや、好きな舞台でいいよ。あなたの思う舞台でもう何でもいいよ。鹿さんですね。鹿さん、オフィス鹿ね。マジ無理、マジ無理。懐かしい。今日そう、事務所来てこういただきました。今日受け取りました。鋼の錬金術師、ありがとうございます。ドラゴンボールだよ。おお、私この夏ドラゴンボールの舞台に出てたんだって。何役だろうね。私ピッコロみたいな役ありましたっけ。そういうキャラクターいました。私それにしよっかな。そう、私ドラゴンボール出てました。ドラゴンボール2023に。あれ、私ピコロ。大変だったんですよ。普段その使わないこうね、発声とか。ピッコロさん、もちろん原作も読んで、ね、すごいですよね。生まれ変わったドラゴンボール。テロップって知ってる？ここにあるんですよ。今ブロードウェイミュージカルピーターパン千秋楽を終えたので、その話をずっとしてるんですよ。真面目にやって、真面目にやってるわ。クリリンでもいいよ。あ、私クリリン、クリリンもいきそう。じゃあ次、来年の夏のドラゴンボール2024ではクリリンね、務めさせていただきますわ。おお、すごい。
すごい。はい、こんな感じだった。ピロン入ってる。あ、すごい、こんなのも入ってるんだ。へえ、ああ、あった。私いる。今初めて来た。ほう、すごいね、こんな衣装着てたね。これパンフレット、ミニパンフレットみたいなのが入ってた。すごーい。メイキング怖いんだけど。ほんと、もうメイキング回ってなかったことなかった。え、待って、日本語合ってる。ずーっと回ってたもん。だから どこ使われてるんだろうと思って。こっちは、こっちウィンリー。私が夏やってたのはウェンディ。名前すっごい似てるよね。メイキングピリピリ系？ピリピリすぎて映ってないみたいなことになってる。そんなことないよ。笑顔あふれる。とても平和な楽しい稽古でしたよ。ちょっとこっち開けられない。うん、諦めた。家で見る。たまに間違える役目ね、似てるもんね。ピーターパンはもうね、すごいカンパニーの皆さん本当に優しかったな。平和だった、すごく。すごいみんな好き。こういう話するとなんかすごい今ハガレンがすっごいなんか過酷な役みたいな、 なんか すごいすごい振りの仕方しちゃったね自分で。違いますよ。そんなことあった時もあったかもしれないけど、そんなことないですよ。プロフェッショナルなね、熱い現場でしたから。鹿さんはいつも殺伐としてますよ。これも否定しない。鹿さんはいつも、そこが好きですから私。いつもピリピリしてますもん。うん。これはもう劇団員の皆さんもこれは自覚してらっしゃいますからも。お便りも言ってた。うん。ね、最初のネオンキッズの時とかも結構なんかピリピリしてた気がする。それに加えて私たち元カレですのレッスンやってたからもうって感じ。で本当に私あの時結構本当に本気で殴られるんじゃないかなって本当に危機感を覚えた。元カレですの MV から帰ってきた時もうできなすぎて、あ、これもうボスにも叱責を切るんじゃないかと。そう、あの時はドキドキだった。でも今回もねピーターパンやりながら歌番組も結構出させてもらったから、もう諦めてたもん。もういかんなーって。 MV の撮影も本番期間東京の時の1日休演日があったんだけど、たまたまそこにかぶったからね、ちょっとだけでも映ることができたけど、そう、前日なんかもみんな一日外でロケしてやってたんだけど、私はもう本番だったから、そう、残念ながら。ね、ありがたい。
でもちょっとファンミーティングは悔しかったな、行きたかった。私まあね、どうなるか分かんなかったから最初からいなかったのかもしれないけど、蓋を開けてみたら、あれ私いけんなみたいな日もちょいちょいあったから、まあ事前に発表しないといけなかったんだろうね、きっと。あれもね、あれは悔しかったな。スケジュールきつくない？いや、もっときつい時あったから、もう全然それはもう口では大変と言ってるけど、もっと大変なものは経験してるから、そう全然大丈夫よ。追加ならいや、まあそういうわけにもいかないでしょ。だってそのね、決まってるんでしょ、わかね、人数多分抽選で限られた人数しか、だからそれはね、当日券とかがあるんだったらまだいいけど、それのためにだってみんな何ヶ月も前から調整したりなんだりして、私が急に参加ってなったらなんやねんってこともきっとあるでしょ。きっとそういうところの兼ね合いなんだろうね。まあいいじゃない、これから個別のお話し会が握手会も復活することだし、いいじゃない、そこで話そう。今回もあれ出るんだろう、あるのかな、どうなんだろうね。でもリミスとかあるでしょってあるんでしょって勝手に思ってるけどね、今までの流れ的にあるでしょ。なかったら本当にごめん。ねえ、なんかちょいちょいみんなと会えるようなイベントとかもねえ、また参加できるからすごく楽しみ。久しぶり。ね、そうね、波動ね、波動でもやばいな、全然出てないから忘れた、負けそう。あクロちゃんそうね、クロちゃんに会えるね、もうちょっとで。なんか別現場でも今会いそうなの。そう、久々クロちゃん。あ、今週、あ、そう、あなんか私よりみんなの方が私のスケジュール把握してて、ほんとなんだこれ。あ、そう、そうなんだ、そうなのね。じゃあ私が多分ちゃんと 見れてないスケジュール、そんな、もうほんと明日と明後日を生きるので精一杯。やばい、やばいよ、もう9月撮影ものが本当に多くて、10月ももうコンサートがあるけどさ、やばいよやばいよ、もうもう本当に好き勝手にご飯を食べ過ぎちゃったから大変だもうちょっと起き出しちゃうんだから、コンディションをね整えないとね。もう散々地方に行ってね、皆さんとご飯食べに行ったりして充実してたので、この思い出を胸に
ります。頑張ります。ピーターパンの歌何か歌って。ね、じゃあさっき羊の歌ちょっと歌った。何がいいかな。おたけびじゃない？叫ばなきゃ。自分のために誇りを胸に声上げよう。明るく元気に胸高々に雄たけびを叫ぼうぜ。勇気を持って全力で Yes! 叫ぼう。聞かせてやろう。君の雄たけびをほら叫ばなきゃ。ああああ、自分のために誇りを胸に声上げよう。チチチ、明るく元気に胸高々に雄たけびをみんなでやろう。叫ぼうぜ。いい？こんな感じ。これお客さんのところに降りて客席にそこでみんなと一緒にやるみたいな、そういう曲。そう、そうなの、そうなの。あ、そう、ダメ、ごめんね、ほんと。そう、禁止されてたからダメだったの。だからもう、ふんわりこう。そう。パーティーの時こう、こう、手振ったりみたいなことやったら、禁止って。あ、はい、すいませんって。世界があるからね。でもなんかとのちっちゃいお子さんとかがね、ウェンディーって言ってこうハイタッチをこうしてくれる。どうしよう、バレないようにどうしようかなと思ってってくれて、これならこれならいけんじゃないみたいな。そうそうそうだ、手振ったりとかだと禁止されてたんダメなんですよ。そう、アイドルがね出ちゃったね。そうでもみんなは手を振ってくれてる。子供たちがウェンディに手振ってくれてる。ハイタッチって、あーどうしよう。よし、じゃあそのかいくぐってこうっていう、隠れてやってた。せめぎ合い、そう。なんか降ってきたんだけど、キノコが降ってきた。なんか、え、ありがとう。キノコありがとう。キノコは好きですか？うん、好きだよ。夏が終わっちゃう？いや、終わってくれ、早く。なんでそんな、終わってほしくないみたいな言い方するの？終わってほしくてほしくてしょうがないんだけど。それ、本心で言ってる？それ。この暑さが、え？これが好きなの？信じられない。だから仲良くなれないね、私たちね。ダメだね、もう私はうんだっけ。早く終わってほしい。
やだ、いや、もう何と言おうと、いや、早く渡し、知らない、そんな理由知らない、私は書けない、最低、私は嫌だ、もういい、もう何を言われようが、もう私はもう大嫌いだ。夏ってキラキラしてるじゃん、気のせいだよ。ほんと、ここたちが好きって言っても、うん、関係ない、誰が何と言おうとも、うん、海とか山とか行かないの？あ、好きだけど、でも日が出てない時に行く。山は別にね、そんな日中でも、だって木々がこう遮ってくれるから。うん、海は無理。夕方以降だったら行く。お昼に誘えたら、もう誰に誘えても絶対行かない。あ、まあ香川のあれはイレギュラーだったけど、軽井沢はちょっと曇ってた、雨も降ってたりしてたから、全然暑さは気にしなくて大丈夫だった。そこまで私のこと何にも知らないじゃん。私はもうね、何年も前からずっとずっと夏が嫌いって言ってるの。グッズにするぐらいなんだから。知ってる？ダサいあの T シャツ夏なんか大嫌いって、それっぽいロゴで印刷されたT シャツ着てる人いたありがとう買ってくれて何あれ、もうよく買って、そしてさ来てくれてるよね、本当に。なんなんだあれは、もう のさ、どんな言葉入れたってもう無理だよ、おしゃれにならないって、無理無理無理。来てるよやめときなやめてやめてやばいよあの T シャツ、うん一回っておしゃれ、そう思ってるなら、うんうん、ありがとう、これからも来てね。最近よくショールームやるやん。やるでしょ、自分のことやるキャラだと思ってた。今年の生誕 T シャツ、あ、もうでももう決まって、もうあとは発表されるだけって感じなんじゃないかな。でも今は自分のファンクラブの方でのグッズを考えたりしてる。今そっちの作戦会議中。T シャツのことは全然考えてない、まだ考えてないけど、その AKB の方で出すものがあるから、まあ、それはまた後々、今はちょっと違うものをちょっと作戦。ファンクラブあるんだ。そうなの、やってるの。ちょっと最近更新がね、全然あれができなくて、あんまり上がってないけど、そう、今絶賛編集中、ブログ書き書き中なんです。
金ちゃんの FC の舞台の席とか優秀とはさ、噂もないもん、すんばらしいよ、すごいんだから、びっくりしちゃった、私のファンクラブお仕事できすぎてびっくりしちゃった、すごかった、うん、最善とか最善ど真ん中とかすごかった、でも今までもすごかった、今までの舞台もすぐ分かった、これからは分からないけど今までのはすごかった、引くくらい全部これがねファンクラブっていうものをね、あれですから、醍醐味と言いますか、すごい、でもその中でもね、枠としてはいいところはあるかもしれないけど、その中でもやっぱり争奪戦はまあその抽選みたいになると思うけどね、枠としてはいいところもめちゃめちゃあった、必ずしもみんながそうにはならないけど、リンもう寝なさい、え親母がいるんだけど、ちなみにリンとは呼ばないんですけどね、え私のこと育てました、リンはお父さんが怒った時しか呼ばれないです、今日変わった人多いね、なんだろう、なんで変になっちゃったのかな、それは失礼なんだから、夏のせいか、アイドルなんかじゃ最近やってないな、他の誰かにバレちゃったな、あっという間にスキャンダル大炎上、アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めての切なさ、いやこれさ歌ってるとさちょっとね誤解を生むような気がするわなんかまあみんなフルでぜひ聴いてくれ、私が狙ってるか気をつけてそれ2番の歌詞だっけ、どこだ、はあどういう感情で聞いてるかだってだからああ俺っていう気持ちあ、俺か、俺のことだって思いながら聞くの、あれはそう俺のこと俺のことかって今の言い方のテンションで思い出したんだけどさ、お前ちょっとピッタパの話に行くもんって、私がさ子供たちにね
お話を聞かせる時があるのよ。そう、私がみんながねすごいお話ししてほしいって聞いてくれる子供たちに、シンデレラの最後のところ聞かせてよって聞かれて、いいわよって言って、王子様はシンデレラを見つけて、そして二人はいつまでも幸せに暮らしたとさって言ったら、一番近くにいるロストボーイズの子、そうそういるんだけど、そうなのかーって言ってるのがさ、もういつもじわっちゃってセリフ飛びそうになる。その言い方がおもろくて、二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ、そうなのかそんな反応してくれるんだみたいな。もよく表情変えられずにやれるよね。それに関しては本当に褒めてほしい。いつも舞台の時笑いこらえてる。褒めてほしい、私のこのスキルを。だから笑っていい時すっごく笑っちゃうの、我慢しなくていいから。そう、鍛えられてるわ。3つ目の話何でした？あ、ハムレットじゃない？でも私ハムレットの本当の話知らないや。みんな死んじゃうんだね。内容めちゃくちゃだけどめちゃくちゃなのかもちょっと分かってないかったけど、大女優だねだってバカにしてるのいじってんのそれ。ハムレット好きでした。あ、本当あそこだけ大人がすごい笑うよね。子供たちはポカーンって、そうきたかーって感じで貫禄出てきたよね。 あんまり女の子は貫禄出てきたあんま嬉しくないですよそれは嬉しくないよ。最後の切なさは去年と同じだ。まあそこね、うるうる来ちゃうよね私も。職業欄に大丈夫って書いた方がいい。もうさ退出願いますよもう何なの？すっごいいじってくる。どこのシーンが一番好き？2幕の最初かな。素晴らしい、森人と海賊さんたちのあの攻防戦が、身体能力とか、あとタイガーリリー出てくるとことかもすっごく大好き。ドキドキする、タイガーリリーとかのあそこのパフォーマンスねえ、かっこいい。
こいいよね。でも私絶対本番中あそこ見れないから、稽古場の時にすごい目に焼き付けといた。諸事情で見れないんですよ、諸事情で。どんな役やってみたいとかありますか？でもやっぱり最近はこうね、と女の子って感じの役をやらせていただいたから、またダークなお話とかもやりたいなと思うかな。なんか自分がこうまっすぐとかピュアとかそういう役を最近やってたから、うん、悪役いいよね。服とか見てて思う、悪役ってやっぱ楽しそうだなと思っちゃう。自由だし。じゃあ鹿さんですね。鹿さん行くと私殺されるからやだな。こういう言い方言ったら語弊がありますけどそういう終わり方にしたくなるって言われた。殺したくなると言い方が伝えたけどね。問題発言だよハートって言った。何、私の何がそう思わせてしまうんでしょうね。劇団の名前がそれだから問題発言がないと刺激が足りない。やだよもう。みんなすぐにこう動画をさ、いい具合にまとめてやるんだからさ。ダメだよ、今日だってもう一切禁止だからね。本当はスクショだって嫌なんだから、もう今日も全部禁止にしてやる。禁止にしちゃうんだから。じゃあね、ここだけいいよ今日。ここだけもう、これもアウト、クエ NG。 そう、もう動画もね一切禁止だよ今日。もう林横壁警察行くよもううん、ここだけだったら良いです。もうここね、ここちょっと今日分け目書いてるからここなら OK。 もうここもアウト、もうすぐもう通報もう一切禁止。も振りじゃない、もう本当に、もう本当に。てかあれ許可取ってるのどれ？いやこれも絶対本当はっていうか普通にダメなんだよあれ。うん、やだやだ絶対やだ。もうね、やってる人もしいて、そう、それがもし自分の知ってる人だったらこっそり嫌いになっちゃうもん私ブブー、ダメです。逮捕。なんでだって変な切り取り方して、なんか自分の意図とは関係ないこう解釈をされるのはだって嫌じゃない。違うんだけどなーって。うん、もうこれはもうはっきり言うよ、ダメです。そう、そうね、それも嬉しいしありがたいんだけどね。ダメだ。
いや私もそう、でも帰んないとだ、帰らなきゃ。そう、お家じゃないの、今から帰らないといけないから。あ、意外とね、でも疲れてない。うん、多分ね、いろいろこうご飯食べたり、いろんなとこ行ったり、うん、気持ちがこうリフレッシュされてるから、そういう疲れはないかも。楽しかったなって、こうさっぱり明るく終われた感じ。うん、まあね、ちょっとキャストの方とはなんか急なお別れだったから、もうそこはもうあるのかなみたいな、そういう寂しさはあるけど、でも作品としてはもう自分でもやりきれたし、うん、いい感じで終われた、全部無事にできたって思ってるから。後から来るなとか言った明日ね、ヘトヘトになってるかもしれない今日もね、久しぶりにね、ゴリゴリ踊ったからね。し、頑張ろう、いろいろ宿題があるからね。また宿題に追われる日々になってきた、やばいぜ。コンサートの内容は今あのカウントダウン TV の方ね、それが一番近いから、それを頑張ってるよ。私もスイッチをちょっとこっちに切り替えて頑張ります。やる気スイッチやる気がないと大丈夫かやる気スイッチはいつもんですよね。え、ほんとだよね。ね、そうだよね、なんか誇りだよね。もし将来自分に子供ができて、それが女の子だったとしたら、なんか男の子でもね、ピーターパンと一緒にネバーランド行ったことあるんだよって言えるし、女の子だったら、私ね、前ねってこういう作品出ててね、ウェンディをやってたんだよって、そういうことがなんか言えるっていうか、宝物にもなったし、この作品に出られたっていうことはすごい誇りに思います。すごい方たちにこう囲まれて、そんな中でウェンディとして生きられたので、それはもう素敵な。ウェンディって名付けますか？名付けませんそれはないかな。これやってたのも自慢できるよね。そうですね、やっぱ男の子が生まれたら私ね、舞台ドラゴンボールでねってやってないわやってないのよ多分だけど、舞台化多分されてないと思うんだけど蒸し返してきた。おやすみ、ありがとう、ピーターパン見てくれて来てくれてありがとう。おやすみみんなありがとう、ね、みんなも心の中で描いてね、ネバーランドを。おやすみ、おやすみ、ちょっと後ほど動画を上げます、ブログ書きます。ではでは、疲れ自分って感じだ。みんなもありがとう、来てくれて。話しようね、後日、ちょっと先になるけど。バイバーイ。